救援奏書 FM 銀河は、鹿児島県鹿児島市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である株式会社中崎電子工業が行うコミュニティ放送の愛称である。2011年開局。鹿児島県で8局目。鹿児島市では、鹿児島シティ FM に次ぐ2局目のコミュニティ放送局である。 免許人の中崎電子工業は、空港の無線設備などの施行、保守業者である。開局当初の免許人は、特定非営利活動法人 FM 薩摩で、放送局の呼び出し名称の FM、薩摩を愛称としていた。中崎電子工業に、事業上と、つまり免許人の地位承継後は、同社代表取締役社長の中崎総司ら二人が、 マスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。開局以来、演奏所と親局送信所は西意識3丁目にあったが、スタジオは新栄町に、親局は吉野町に移転した。なお、西意識には FM 薩摩の事務所も置かれていた。開局当初の送信所は、鹿児島市北部の内陸部のみであったため、南部の谷山地区、木入地区が、 放送区域から外れていた。後に、谷山地区、木入地区をカバーする中継局が、坂の上一丁目に開局し、氷本地区以北の約9万4000世帯から谷山、木入地区まで広がり、契約21万7000世帯となって、一部山間部を除く、市内全域で受診できることとなった。親局の移転後は、意識地域において受診が困難になったとの報告が、 寄せられている。放送される番組は、ほとんどが、自社制作である。各人も深夜は、放送を休止。日曜日は、終日音楽放送。インターネット配信は、FM による。かつては、自社制作の生放送番組について、ユーストリームによる配信や2019年3月まで、サイモルレイディオによる配信も行っていた。月曜日から金曜日、月曜日、火曜日。 水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、ありがとうございます。